ボコニャングッズがアニメイト店舗で7月15日から発売開始。7月15日から8月6日までの期間中に、ボコニャン関連グッズをご購入税込み1100円ごとに、オリジナルコースターをプレゼント。ぜひ集めてみてね。皆さん、ボコニャジは。お、これはバトルコースっぽいな。初代スキンだからウエステが得意よね。どういうコースでも頑張って攻める。空回りしないといいけど。行くぜ。さあ始まりさ。ボコニャン選手はキノピコです。普通に横スクロールのタイプでしたね。さあまずはフラワーを取るみたいです。なるほど、氷ブロックを壊すのですね。噂で聞いたのですが、少し離れながらファイヤーを打つと速くなるとか。そうなのですか。なんですがボコニャン選手は楽に遅くなっている気がします。いやー慣れてないからでしょうか。わかりませんが、ちょっとボコニャン選手には合っていないのかもしれませんね。余計なことをしたのでしょうか。いや最初に鍵ドアを開けたのはボコニャン選手です。もう連打勝負に勝ったのですね。大体ブンブン戦の後はゴールの場合が多いのですが。んだとしても短すぎではありませんかね。わかりませんが、このアドバンテージを活かせるといいのですが。いや待ってください、本当にゴールですよ。ボコニャン選手の勝利ですね。連打力で勝った試合でしたね。もうちょっと長くても良かったのですがね。さあ次のコース。あ、ウォークって、これ宇宙コースじゃね。となると戦闘のマリオがめちゃめちゃ有利。だけど後ろから二人で押してくれたら、このように入れ替わって前に出ることができるのさ。じゃあ、それ前にもやってたな。ってことは完全にボコニャンが有利に。大体演奏コースって走って終わりだけどな。演奏コースというより USA キノコと共に進む的な。って時に何にもなかったな。ま、バトルで当たって欲しくないコースだったわね。勝ったから良かったけどな。さあ、ヨシオさんに乗ったままゴールか。上の土管から出てくるか。絶対に一番に乗りたいわね。で、やっぱり出てきたぞ。これって最初に乗ったらヒップドロップで。ははぁ、逆に僕がヒップドロップしてやったぞ。あの、さりげにマリオを吐き捨てしてるんですが、それは、なんかやって欲しそうな顔してたから。いや、どんな顔よ。でも復帰に時間がかかるからいい作戦でしょ。ま、それはそうだけど。なんならこのままゴールでもいいんだよ。トゲゾウは何かしらで使えるかも。ま、使い方次第ではちょっと危ないけど。で、ゴールが見えてるんだぜ。フライリアが終わったらすぐにゴールかもね。よし、さっさと行っちゃおう。で、赤土管からフラワーが出てきたが、まあ、ヨシオさんがいれば問題ないでしょ。で、ちょっともしかしてクッパを倒さなきゃいけない？え、ここに鍵が設置してあるけど。で、まさかの。ってことはクッパを倒さなくてもいいってこと？まだわかんないけどね。あ、ここは、で、さっきのフラワーが出てきた土管、この鍵ドアに入るのね。これがどこに繋がってるのか。でも、時間じゃない。ってことは本当にクッパと戦わなくてよかったのかも。じゃあ、これってゴールだよね。ああ、だがドアがあるからショートカットができた可能性も。てか何やってんのよ。ごめん、口の中に入ってるのヨシオさんの卵だと思って。ここでヨシオさんがいなかったら踏んでたじゃねえか。ごめん、マジで全身鳥肌が立っちゃったよ。しょうもないことして負けるとか勘弁だからね。さあ次のコース。またバトルコースだな。こだわって作ってそうな感じよね。最近みんな上手いから頑張らなきゃ。行くぜ。さあ始まりさ。ボコニャン選手はキノピコです。おっと、いきなりジャンククルが求められる感じですが。いやー、ボコニャン選手4マス抜けが失敗してしまいましたね。完全に入力が遅れていました。マリオ選手がうまいこと決めて一気に先頭へ。ちょっと不安な立ち上がりですが、しっかりと抜かしてもらいたいですね。こういうところで細かいテクニックが重要になってきますからね。さあまずはキノコを取ってブロックを掘るみたいです。デカ状態のまま1マスを抜けるのはしんどそうですね。その後に2マス抜けを要求してくるのはなかなかの鬼畜ですが、一応バネの加速でできないことはなさそうです。ボコニャン選手1つ目だけ成功しましたね。おっと、これはヒップドロップする場所で若干の差が生まれますが。いやー、1マスヒップはボコニャン選手得意なので右から行ってもらいたかったですね。単純に見落としてたのかもしれませんが。さあなんと、ドアインはボコニャン選手の方が早かったです。おお、下りかでキックで抜かしたのですね。これは大チャンスが訪れました。んですがブランコクレーンでかなりの減速が。なかなかうまいこと出し抜けませんね。なんとか再逆転は許していませんが。さあおそらく終盤に入ってるので逃げ切ってしまいましょう。おっと、ここの4マス抜けは挑戦しないのですね。まあ線に引っかかって遅れるとまた抜かされてしまいますからね。そしてここで表エリアに戻ります。これは30コインなので条件ではありませんね。どうやらまだコースは続くみたいです。さあ一人ギブアップが入りましたね。あれ、確かこの名前はマリオ選手のはずだったかと。まだこのタイミングでギブアップを。おそらく先に表エリアに行かれたので切断したのかと。まだ最後に抜かせる可能性があったのですがね。というわけでボコニャン選手の勝利でした。さあ次のコースは。あーマジかよ。いや待って、もしかしたら大量の仕掛けがあるとか。わかんないけど、これは後ろから一気にジャンプで決める。で、おお、本当に出た。じゃあそういうことですよ。な、何もなかったとは。んだが綺麗なジャンプが決まったな。あの感覚は覚えておきたいね。さあまずは先頭に出れるかどうか。ん、ちょっとごちゃごちゃしてるから難しいかも。敵戦持ち上げに失敗しちゃった。く、ドベチンからのスタートか。よし、キノピコが土管で引っかかってる。で、ヨシオさん。おーマジか、ヒゲ兄弟が同時にやられたぞ。ん、確かに若干ラグいからそれでやられたんだね。あとはキノピコだが、当然前に出ることは禁止。いやそれ強すぎなんだって。トゲゾウは何かしらで使えるかも。いやお前さっきそれでやられたんだからな。やだな、今度はちゃんと覚えてるから大丈夫だって。戦闘で竜巻は厄介ね。ここでトゲゾウを吐いても。で、おお、挑戦した。僕のずっともが。いや全然思ってないでしょ。この構図やっぱいらね。お前は本当に扱いが雑なんだぜ。クッパジュニア戦は厄介ね。まあヨシオさんを利用すれば。ベッド。もう一回。いやーさ、しつこいわね。やだ、これで鍵をゲットできたんだぜ。よくゴールよ。マジで。じゃあ僕の勝ちだね。
め、めちゃくちゃ使いこなしてたな。ヒップドロップができないワールドスキンで吉尾さんはチート級なのよね。く、みんなこっちに来たから。いや、何大ジャンプしてんだし。今、キノピオより先に入れたのはオケオケ。で、この弦は欲しくない？じゃあ、これで一気に大逆転を見せてやる。果たしてどうなるかしら。あれ、今誰かのベルを。で、お前最低だな。たまたま取っちゃったんだからしょうがないでしょ。一気に戦闘に出たわね。そして猫が強すぎるんだよな。あとはキノピオを引き離せるかね。よし、これで。手をリッキングブロックで引っかかって。これってまずくない？いや、猫ならここを登れるさ。それ強すぎな。よっしゃ、これは嬉しい勝利。どうしよう、待ってゴールしてんじゃないわよ。4年間制が働いて。てか、今回なんだかんだ全勝してね。うん、気づいたら8連勝してた。いや、すごすぎでしょ。もしかしたら今日で今日久々の10連勝が？まあ気負わずやっていくよ。とりあえずドアに入ったけど。これが外れルートだったら最悪ね。裏エリアに来ちゃったけど合ってる？ああ、これ外れだぜ、すぐに戻るんだ。マリちゃん怖いからって外れとか言わないの。さっさと突破しちまえよ、自分勝手なんだから。てか、いろんな場所にピンクコインが設置されてるわね。もしかしたら集めるのかな？みんな来たからやっぱりこっちで合ってるのか。なるべくフラワーは温存しておきたいわね。ちょっとルイージが邪魔だけど。とりあえず一旦ピンクコインはスルーで先の様子を見たいね。そうね、関係ない可能性もあるし。めっちゃ詰まってる、傘が開いちまったんじゃ。いた。ドッスンがピースイッチを押してくれるのね。だー、決まった。帰ってきたけど。マリオとルイージはどうした？あ、やっぱり鍵が必要なのか。僕もピンクコイン集めに参加しようかな。え、ちょっと今全部集まったんだけど。ああ、お前やばいんじゃ。待って、これ僕完全にやっちゃった。何かしらギミックがない限り非常にまずいわね。頼むからクッパ15体。いや、どんどん減ってるな。それでもめちゃめちゃ多いんだけどね。あれ、なんだこのスーパーベル。ていうかまだ誰もゴールしてないわね。よし、実はまだ僕にもチャンスがあったり。いや、考えづらいと思うが。よし、キノピコの姿は捉えたわよ。今日も全員いるじゃん。いや、まさか追いつけるとは。でもこれって、さあ、また右のドッスンがピースイッチを押すまで耐久。その間にいろいろやられる人が出てきそうね。よし、ここでヒップドロップして場所を確保。あ、まずはルイージがダウンで、これもしかしたらやり合うんじゃ。よし、ナイスよ、マリオ。ここでキノピコが反撃を加えるだろうから。で、持ち上げ失敗して幅跳びになっちまったな。あとはキノピコだけよ。で、手荒にぶっ刺さった。多分気づいてなかったのかも。なんであんたダメージ食らったの。さあ、これで。さあ、まさかまさかの大逆転勝利。さすがにゴール待ちは怖すぎるわね。負け確かと思ったらすごいことになったな。久々の9連勝。すごい威圧感ね。これは頑張らなきゃだな。さあ、10連勝チャンスはユースキン。嬉しいけどちょっとラグがかなりきつめなんだぜ。しかもごちゃついてるから後ろからの方がいい。クソ、マリオにぶつかっちゃった。頭狩りはするけどね。当然のように決めていくスタイル。でもキノピオに行かれちゃってるのよね。でも吉尾さんに乗らなくてよかったのか。勢いできちゃった。まずいな、キノピオをどう抜かすか。で、左に壁キックしてるわよ。オッケー、このチャンスはものにする。しかもすぐにゴールじゃねえか。じゃあ、やったぞ、逆転勝利だ。いやー、まさかの展開だったわね。キノピオが壁キックでミスらなかったら負けてたぞ。マジで危なかったよね。さあ、久々のリザルト画面。9連勝の後に勝利したから。じゃあ、10連勝達成だー。おめでとう。すごい。なかなか達成できないのに。これで通算3か4度目だっけか。まだ片手で数えられるだけだね。もっと量産していきたいわね。それじゃあみんな、次の動画へ行ってらっしゃい。